さて、早速で恐縮ですが、少し質問をさせていただきます。ここに来た時のことを覚えていらっしゃいますか？結構です。ありがとうございます。ゲームは命を懸けて行っていただきます。5つ。そしてゲームが終わるまで当店から出ることはできません。こちら白血球高中級科 U1146 番、侵入した細菌の駆除完了。腹減ってんだ、早くギルドに帰らせろや。お嬢さん、確かこの辺りにフェアリーテイルってギルドがあったはずなんだが。見ろ。あ、失礼いたしました。イギリス外務省のジャック・サイモンです。連載を中断したことがあったろ。その中断期間中、ストーリー新展開の取材のため一回よそで生活してみたらわかるよ。なんなら今日泊まってけば、運が良ければ共食いとか見れて楽しいよ。何度も言わせるな、俺は雇われただけ。光れってろこの爆発さんだろうが。そんならおめえの爆発に耐えられる前木場は誰だ。違うけど、そう、効果の俺さ。俺たちの未来はこの摩天桜に輝く星みたいにキラキラ輝いてるぜ。ティータ、オーブメントを破壊するんだ。そうだね。関わるのが嫌だったらしばらくアクセスしなけりゃいいだけさ。僕だって好きで酔ってるわけじゃ。お前の考えそうなことなど簡単に想像がつく。待てよ、あの格好どこかで見覚えが。思い出した。だが間違いない、あれはジェルマの科学力。足に取り付けられた浮遊装置の威力だ。私がですか？成長し、そして熟しきった時、京都は死の都と化す。俺はロス、戦士ガルシアの息子でイム村一の戦士なんだぜ。おくそー、やられた。見てろよ、仕返ししてやるからな。大切なもののために戦うのが戦士だって父ちゃんが言ってた。召喚士異界の扉。悪い、よくわからねえ。父ちゃんみたいに剣をも砕く斧使いになるのが俺の夢なんだ。いつか必ず故郷に帰って村を復興させる。いや、僕の知る限りのことならね。昔人工知能を持ったコンピューターウイルスがネットワーク上に広がって、いろいろな生き物が誕生したんだ。ほら、ご飯だぞ。あ、暑かったか。ごめんよ。よし、ゆっくりゆっくり食べるんだ。お前は私に一生ついていくと。あ、何、私を愛していると。